タートからいきます。シクロクロス東京でお台場に来ています。朝の始走時間です。最初の1コーナーの飛びはちょっと短めのヘアピンが1個になってるね。かなり例年より短いです。スタートして直線ダッシュして砂浜くるっと1回 U ターンしたらすぐ試験に。走りやすいけどお客さんの流れ大変だろうなこれ、うん、スタートしたらすぐ試験のところに回ってくるからね。おはようございます。おはようございます。試験もいつも大丈夫だと思うんだけど、それからちょっと根っこが多いんで、今のところサンドタイヤでもいけるけど、あんまり砂浜スッピングしてもしょうがないかな。かなり根っこが3バールで走ってるけど、うん、耳に当たってるからですね。いやな、これ普通になんかチューブレスで行った方が良さそうだな。普通にチューブレスで行った方が良さそうだ。サンドタイヤチューブラ履いてるけどあんまりメリットないな。これ走り方階段今上のラインだったな。自分が降りちゃったらね、後ろから乗ってくる人がいたらそのままそのラインに自転車持ってってブロックしちゃうのもありなんでね。
このオスラインのとこ乗れるんじゃない？おはようございます。ダメで一緒に乗らないと、でも乗らせるダメ、ダメ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 。ちょっと下行ってみるか。でもやっぱ一周しただけでこんだけ荒れちゃうからさ。まあ。あとだからみんなで一列に綺麗に自転車を下回した時にラインができるからさ、その時。崩さないように乗れるかどうかだね。もう固まりそうだな。でも今は砂の感触だけ掴んどけばいいんじゃないの。どうせ自分の走るレースの時は絶対違うから。激しようだからやばいよ。こんなとこ走っても汚れるだけだ。まあ担ぐの後でもできるから今できるだけ乗る練習しとけば、乗れなそうなとこの見極めっていうかさ、まあ今だからレースの時にこの状態になるとは限んないけど、そのなんか砂の色とかさ感じをちょっとチェックしとけば、乗れる砂と乗れない砂の判断、レシチはまた違うから、それよく見て臨機応変にどこで乗ろうとかどこで降りようとか決めちゃうとダメだよ。天そばから担いで走りさ。あれちゃうと担ぐしかねえんだよな。まあ最初の時からやっぱりこのコーヒーなんかね、ね、あったかい気持ちになってもらえればと思いますが、昨年の8月にオープンしましたクローズコーヒー、この出店も行っております。準備ができ次第のオープンとなりますが、クローズコーヒーはキャプテンシステムがプロデュースするコーヒーコップで左上のところにあるわけなんですけどね、だいたいここから
初出店となっております。準備ができ次第オープンとなりますので、温かいコーヒーなんかで、ね、体もしっかり温めて、そして目を澄まして、砂から出たとこが意外と重いんで、やっぱり枯れるしかないと走り出せない。言われるまで走る。